ドのブランニューご紹介いたしましょうということでございまして、今出ましたね NT1100、 これでございますよ。新しいツアラーでございます。ニューツアラー、これね、この人がいかなるものなのかというところをですね、今回はズバッとご紹介いたします。開発者インタビューもあるので、そちらもお楽しみに。さあ、そういうことでございまして、阿波グリーンラインにやってまいりました。暴走立山に来たら、ここは必ずライダーが通るぐらいの、有名な道です。まあ、あの高速ワインディングになるんでね、あのみんなちょっと飛ばしてしまい気味やけど、まあアクセルには気をつけながら、あのスケール感を失うのよね。だから余計にそうなってしまうんやけど、さあそこら辺にはちょっと注意しながら行きましょう。さあ、そして、今現段階でも走っております NT1100 ですが、やっぱりこう止まらない走りはやっぱ得意ですね、この人はね。さて、今の段階の ツアーの走り、いい感じですね。心地よい鼓動感がずっと流れながらっていう感じです。これでパッキャーンって開けててしまっても、きっと気持ちよく応えてくれると思います。なのでちょっと奥まで行って、クキッと曲げてみましょう。まあでもこれぐらいスッと変わってくれるとね、はっはっってした時なんかにも回避行動が取りやすいですわな。もう6速ホールドで回ったり、さあ細かいギャップね、よくあるやつですが、ほどほどにこうハンドル周りにも来ますけど、うわーって外乱でこう、うわ危ない危ない危ないとかっていう感じではないです。逆に言うと、ほんで、もう少し速いスピードレンジの方が吸収はいいのかもしれませんね、もしかしたらですけど。うん、でもやっぱり、何ですか、アフリカとは全然違う感じの吸収の仕方ですね。やっぱりツアラーですね、ツアラーツアラーっていう感じ。でもこれもスポーツしたら面白いでしょうね、きっとね。さあシュッと、ここも左右しっかり確認、はい、いきましょう。ね、思いのほかこう、このでかい図体の割には割と曲がっていこう、セルフステアが結構、強めというか、かといって切れ込むっていうほどではないのであれですけれど、こういう大きいバイクに乗り慣れてない人とかでも結構いい感じになるんじゃないですかね。あとそのパッセンジャーに乗っていただいた時、パッセンジャーを積んだ時にこうまたさらに、違う世界が見えてくるかな、そんな気がしますね。うん、
なので、まあ、基本やっぱりそのパッセンジャーのこともよく考えられてるみたいで、あのパッセンジャーシートもかなりいいものが、ついてるみたいですよ。で、あの普通グラブバーってあるじゃないですか、あれもちょっとこう内側に追い込んであるというか、お尻を包み込むようなレイアウトをしてある。この辺なんかも、優しい、パッセンジャーに対して優しい感じで、ライダーに対しては優しくないのかって言うと、そこは当然差にあらずで、非常にこう、なんでしょうね、あのコンフォートっていう言葉強いんですかね、なんかそんな感じがしますよ。これはこう、エスコートマシーンですね、どちらかというと今のところは。まあ、これで開けていくと豹変するんですかね。アフリカもそうでしたからね。まあ、アフリカと、よく比べて、今までは来ましたけども、レブル1100も心臓は強要している状況なんであれですけど、レブル1100はもっとマッシブな味付けですね。なんでこうマッシブから、ワイルド、その辺が融合した形が、レブル1100の一皮剥いた時の姿。もうあの何ですか、アフリカツインに関して言うと、もうあれはもうデザートランナーだったりとか、そういったイメージだったりもするんですけれど、まあ、この子はもうそういった意味ではそのまあいわゆるあんまりまあアフリカツインに乗ってもそうなんですかね、そうそう皆さんダート行かれないじゃないですか。なんでダート行かないなっていう方は、むしろこっちを選んだ方がいいかもしれませんね。その方が、乗り心地という意味では一枚上を行くかもしれません。そこがやっぱりこの、NT が生まれた、ゆえんというかあれでしょうね。いやもうここら辺なんかもバキューンクイックイみたいな感じになったらもう多分たまらない感じで、意外とこのねロール軸も低めに出来上がってるんで不安感も全然ないんじゃないですかね。あの車両でかいオートバイ、ね、大型車両ビギナーの人とか、あとリターンされる方ね、例えば、お仕事、引退なさってね、じゃあ昔乗ってたみたいにバイク乗ってみようかと思われるような方とかは不安なく乗れていくんじゃないですかね。大きいバイクもこれだと、しかもクラッチ操作いりませんし、あのパッセンジャー積んだ時にギクシャクすると持てないんですよねなんでこうギクシャクしないように、DCT に任せた状態で走っていくといい感じにいけるじゃないですか。しかもこれであのもうなんですか、パニアケースもトップケースももう設定ありますから、そのまま、つけていただけるとかなり、いい感じに、フィッティングもするし、パッセンジャーの方も不安がないでしょうね。でも面白いですよね、あのタンデムって、まあ、いわゆるライダーが不安がってるとその不安が全部パッセンジャーにつながる、後ろに乗ってる人にこう伝わってしまうっていうところが結構あったりするんですけど、もうこれに関して言うならその不安はうさん無償するんじゃないですか。そんな気がすごくしますよ。さあ、ということでございまして、NT1100、こちらでございますが、まあこれはですね、あのいわゆる、皆さんご存知の、アフリカツインですね。アフリカツインそしてレブル1100、こちらの兄弟車という形になるわけなんでございますが、まあいわゆる、アドベンチャーモデルからそのいわゆるマッシブクルーザーね、これを
作り上げて、まあこれでおしまいだろうと思っていたら、またツアラーをまたこうやって生み出してくるところがまた本田さんらしいじゃないですか。まあ最近ね、いろいろ流行っている同じエンジンを共用した状況でどんなものが作れるのか、そういう可能性を、いろんなところで試している、そんなような状況でございます。でも試していると言っているにもかかわらず、かなりの完成度でございます。まあ、実際、俺が乗ってきたのはこのパニアケースのない状態、その状態でやっております。今こうやって皆さんにご覧いただいているのは、フルパニアですね。パニアケースもついているし、まあ、スポットライトもついているしみたいな状態、まあ、ちょっとこうこじゃれたドレスアップパーツもついてたり、タンクバッグなんかもついてたりしますけど、これはないものだと思いながら聞いていただきたいと思います。まあ、実際乗ってきての感想ですが、そんなに長い時間は乗れません。やっぱりね、どうしても時間があるんで、まあ、ディーラーで乗るよりははるかに長い時間乗れるわけなんですけど、もっと試したいなと思いました。いわゆる上質なツーリングっていうところを求めて、開発されたこの NT なんですけど、まあ何でしょうか、やっぱりアフリカツインが元だっていう話で、まあいわゆるデザートも行ける状態、そういったものでトラクションコントロールとかそういったものを作り上げてきた、状況があり、マッシブクルーザーの、レベル1100、もう本当にドーンって出るやつ、そうじゃなくてスルスルスルっと出た状態でそのままのパワー感がずっと続いていく、まあ、いわゆる回転数においてどん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 パワーが乗っかっていくような状況、感覚を追い越していかない感じですね。だからそういう形が何を生み出すかっていうと、パッセンジャーに対する気配りを生みやすい感じなんだと思います。だから本当に何ですかね、女王様をエスコートする、今まではねどうしてもやっぱりそういったイメージだと、どうしても GL ね、ゴールドウィング、今だとゴールドウィングツアーね、あっちの方に、席を譲っていた部分があるんですけど、あそこまで大きいのはちょっとっていう方いらしたと思うんです。普段はパニアケースを外した状態で走っていただいて、軽快に走っていただいて、で時にフルパニアでね、1泊2日2泊3日、いえいえもっと長距離ね、長い宿泊数を持った状態でのツーリング、ロングツーリングにも出ていける、そういった形に変更できていくということですね。その度にこうトップケースを外してみたり、トップケースを残してみたり、いろんな形で乗っていただけるといいかなと思うわけなんでございますが、もうなんといっても乗り心地もいいですし、パワー特性が過度ではないので、優しく走れるんですね。で、今回、DCT の設定という形になってるんですけど、いわゆる、オートマチックに乗れるね、まあまあいわゆるハンドミッションね、いわゆるここでシーソーでこう入力をすることで、シフトアップシフトダウンできるんですけど、もうドライブにパーンと入れてそのまま走ってればそれで十分です。パワー感にしてもそうだし、カインドネスな状況でも、もうちょっとスポーティーに行きたいなっていう人は、もうスポーツモード S モードにバンと入れてダッと走ると、足回りのセッティングとかもなんかやっぱりこうフロントがすごいでかいんで、このパニアケース外しちゃうと果たしてどうなのよと、ものすごくここに重さが残ってよいしょってなりそうなイメージじゃないですか。だから意外とそうでもないんですよね。なんか後ろのねタイヤのしっかりとしたこう存在感を覚えながら、こうヒューッシューッ、もう二次旋回もガーッて生まれてくる感じね。そういったこうなんでしょうね、いろんなメディアで見たことのある挙動っていうのを生み出しやすい感じになっていると思います。でこれをこう外さずね、パッセンジャーを積んでフルパニアの状態で走ったとしても、双腕性っていうものに関しては、やっぱりそのなんですかね、失われることがない、損なわれることがないようなセッティングになっていると思います。実際今回ね、残念ながら、ここに積む人を用意してなかったんであれなんですけど、ソロで走ってみての感じです。これで大切な人を後ろに積んで走ってみるとすごくいいんだろうな、そんな感じがします。あとタッチパネルでいろいろセッティングが変えられるので、これも非常にやりやすい、直感的に変えられる感じになりましたね。まあ以前のモデルのようにハンドル周りにもそれを入力するスイッチもあるんです。
なんですけど、そこに関しても、タッチパネルで直感的に引っ張り出せるっていうのは、あのただでさえパッセンジャーに気持ちがいくじゃないですか。当然ですよね、あなたの大事な人ですから。だからそういう人たちのことを気を使いながらいろんなことを事細かに変えていくことができる。もうもちろん、あなたのスマートフォン、あとインカム、Bluetooth インカム、そういったものともリンクしますし、でハンドル周りに 12V と、USB の、いわゆるコネクターも、装備していますし、あとその何でしょう、やっぱりロングツーリング走ってるといろんなところで、例えば今からの季節だとどうでしょう、雪解けの水なんかがちょっとこう路面に出てたりするじゃないですか。でそうすると結構泥水が跳ね上がるんですけど、そこら辺なんかも、なるべくかからないようなマネージメント、そういったのもされていますし、ここから先の季節おすすめなところね、このバイクで行くと NT1100 で行くといいよねっていうのはですね、まあ本当に土定番ルートですけど、東京でちょっと桜を見て散りかけですわな、落下盛んな状況のところを見た後、そのまま中央道でゾーンとこうね、山梨にね、勝沼あたりのどーっと花畑で、花畑じゃないです、ドピンクな、桃のね花をわっと見て、その後仮坂峠を越えてそのまま秩父に入ると、秩父はまだ桜とツツジの季節です。春の花をもう一度楽しむことができる、これで行くにはいいんじゃないですかね。その時にこの大切な人をパッセンジャーに乗せた状況でワインディングを軽快に流しながら行くことができると思います。これはかなりいいですよ。さあということでございまして、足つき位置を見てみましょうね。まああのパニアがついてない状況だとそのままこう行くんですけど、バッとね。でももうアフリカツインでいろいろね、言ってました。シートコーの低さね、こうちょっとかかとのあるやつだと私で、両足べったりな感じね。もうあの全然不安がないです。これだったら乗ってください。まあ一応そのサイドスタンドは立てた状態でやると思いますけど、でもそうやってエスコートをしても全然不安がない。引き起こしも軽いですね。随分軽いと思いますよ。シュッ、もうすごく軽いですね。でセンタースタンドもついているんで、もうメンテナンスも楽勝ね。ホイールなんかも洗いやすい感じです。でもなんですかね、噂ではこうリアセクションになんか、CBR のね、RRR のパーツを動っていたりとかいろいろするみたいです。だからこうなんでしょうかね、リアセクションの動きがよくわかるっていうか、トラクションのかかってる感じとか設置感とかっていうのがわかりやすいのかな。あとバネなんかもいいんじゃないですかね。サスペンションのセッティングがすごく良かったですね。まあ全体的に、小さいバイクかと言われるとそれはまた違います。でも落ち着きのある、でも、その落ち着きのある中でも、スポーツの感じを忘れない、そんなような走りをしてくれるバイク、それが NT1100 だったというような感想を持ちました。じゃあせっかくですからエンジン音も聞いておきましょう。さあもうこのねインパネがね、こう6インチを超えるこのね、タッチパネルのインパネに NT1100 の文字が浮かんだ状態で、いろんなメッセージが浮かんだ後に、来るんですけど、さてエンジンの始動、アイドリングだとこんな感じですね。そしてこれでアイドリングから2000回転、3000回転、3000回転、勢い余って4000、4000から5000、5000から6000、感じに吹き上がりますよね。これはね楽しいっすよ。